1987年大韓民国大統領選挙。1987年大韓民国大統領選挙。1987年大韓民国大統領選挙は、大韓民国の第13代大,大統領を選出するために1987年12月16日に行われた選挙である。なお、 国民による直接選挙による大統領選挙は1971年の第7代大,大統領選挙以来16年ぶりである。選挙回数の呼び方についてだが、韓国では第回ではなく、第大と呼ばれるのが一般的でる。1987年6月29日にロヤス市組民政党代表最高委員によって発表された6.29民主化宣言以下。 6.29宣言に基づき、10月29日に、交付された大統領直接選挙制を軸とする、第6共和国憲法、施行は8年2月25日であるが、大統領選挙に関しては、施行前でも適用する旨を不足に明記の下で、実施された大統領選挙で12月16日に行われた。選挙では、与党民主正義党、以下、民政党のロタイグ候補、 野党統一民主党以下、民主党の金四三候補、平和民主党以下、平民党の金大中候補、新民主共和党以下、共和党の金消筆候補の有力4候補が、自身の出身地域における地域感情を動員した選挙戦を展開したが、野党分裂に助けられる形で、ロッタ大グ候補が当選した。7月1日、 全都間大統領は6.29宣言を受け入れることを表明。7月8日には、近代中民主化推進協議会、民水協共同議長を含む、在野人氏2000名以上に対する謝面、復権を実現した。直接選挙制導入のための憲法改正をめぐる交渉は、民政党と民主党から、それぞれ4名の委員を出し合って構成された書位、8人。 政治会談で行われ、8月1日に初会合が行われた。与野党間では、大統領の任期、与党は1期6年で、再選禁止、野党は1期5年で、再選容認をそれぞれ主張や、選挙権取得年齢、与党は20歳、野党は18歳を主張、候補者資格、与党側は立候補までに5人の国内居住を主張、等をめぐり、双方に隔たりがあった。 野党側は選挙権取得年齢を18歳とすることで若年層の大統領選挙の大量動員を狙い、与党は大統領選挙候補者資格要件として国内居住5年を設けることで82から85年まで病気療養を理由としてアメリカで生活を送っていた近代中の立候補を阻みたい思惑をそれぞれ持っていた。 最終的に選挙権取得年齢については憲法には明記せず法律で別途明記することが定められ、与党は候補者資格、国内居住5年を取り下げるなど大幅上保し、8人政治会談の交渉は8月末までに完全打結した。8人政治会談での合意を受けて、9月21日に与野党合意の下で憲法改正案が国会に発議され、 10月13日に憲法改正のための国民投票が公示され、同月27日の国民投票において9割以上の賛成で任された。6.29宣言によって全都間大統領の公認を決める。大統領選挙は国民の直接選挙で行われることが確定し、与野党は大統領選挙に向けた体制づくりを本格化させた。 与党民政党は6月10日の全党大会で、ロイ具代表最高委員を大統領候補に決定していたが、野党民主党では、体制づくりは遅れた上に、候補者指名をめぐって、金四三と金大中の書位、両金間での対立が表化した。両金とも一本化では合意しており話し合いが重ねられたが、双方とも出馬を譲らず結局失敗に終わった。 そして10月28日、近代中は、自身の出身地である、全田道の強力な支持を背景に大統選挙出馬と、新党結成を表明し、民主党を離党したことで、野党勢力は事実上分裂した。そして11月12日、民主党を離党した、東橋道系議員を中心とした、平民党を結成、近代中は、同党の総裁兼大統領候補となった。 正解を引退していた、金正筆元総理も7月15日に、大統領選への出馬を示さ、地元である、大田市を中心に活動を活発化させ、両お金の決別が確実となった9月末の28日に、正解復帰を表明した。そして10月30日に、国民党議員などが参加した、共和党を結成、同党の大統領候補になった。こうして10月までに、 一路三勤による大統領選挙の構図が固まってきた。野党勢力の分裂は共に民主化運動を進めてきた在野勢力にも及び、在野の主要勢力は一路三勤の中で進歩的とされた平民党の近代中候補を批判的に支持、必死したが民主党の近四三候補を前提とした単一化をあくまで推し進めるグループ、交単 既存政党に批判的な勢力による独自民衆候補の擁立を目指すグループ、独行など選挙への対応がまとまらず民主憲法、総取国民運動本部、国本は分裂状態に陥った。選挙は11月16日に公示され、16日から23日までの候補登録期間において8名が登録した。しかし選挙は 与党民政党のロタイグ候補、野党民主党の金ヨンサム候補、民主党から脱党して結成した、平民党の金大中候補、牧世紀政権時代の与党である、民主共和党の人々を中心として結成された、共和党の金ジョンピル候補の事実上4名、一路参勤による争いとなった。事実上、一路参勤の4人による争いとなった、選挙の結果、与党、 民政党のロタイグ候補が勝利した。しかし、ロタイグの得票率は三十六パーセ36%余りに止まり、金四サム、民主党、金大中、平民党の合計独立が五五十点零パーセントと、過半数を上回ったことから、野党陣営の分裂に助けられた部分が大きかった。また、有力候補者が、地域感情を動員した、選挙戦を展開したことで、ミミネナミ、ロタイグ、 金ヨンサムやコナン、金大中、中世道、金ジョンピルにおいて有力候補者たちの得票が全国平均よりも極端に高く現れる結果となった。ただしこの選挙では、タイグ陣営の不正や参勤陣営への選挙妨害があったことなどが参勤陣営側から選挙後に指摘されるなど公正な選挙であったのか当時議論を読んでいる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。